家族の銀行口座へ加入している生命保険などを知らなかった場合、本人が死亡しても家族には銀行や生命保険屋からわざわざ教えてくれることはなく、知らないまま家族が損してしまうという話を聞きました。保険屋は定期的に家に郵便などが来るから分からないままになることはないかもしれませんが、銀行の場合、家族の誰かがへそくりをしたまま死んでしまったらおかしいことになりますよね。はい。マイナンバーを作ると銀行口座が紐付けされると聞いたのですが、これで家族が死んだ場合でもちゃんと隠し口座とかを知ることができるのでしょうか？できません。過去に作ったものに関しては別にマイナンバーを要求してこない場合があるので、わからないままなのと、あとマイナンバーで紐付けたとしても銀行が死んだ場合に銀行から連絡をするという仕組み自体今ないと思うんですよね。で、銀行としては一応10年間放っとくと銀行のお金にしていいっていうのがあったりするので、多分黙ってるって方向になるんじゃないですかね。なので家族が死にそうな時は銀行の通帳なり残すようにしてもらう方がいいんじゃないかなと思います。